イドルグループ、SKE48 の松本茂子、23、と中村泉、22、が、銭湯を舞台にした映画、湯道、23日から全国公開にほっこりだ。先日、名古屋で行われた試写会に参加した二人は、思わず笑みがこぼれる映画でした。久しぶりに銭湯に行って、お風呂上がりにコーヒー牛乳を飲みたくなりました。松本、私は銭湯に行ったことがないのですが、映画を見て行ってみたくなりました。中村と笑顔で語った。この映画は、実家の銭湯を畳もうとする兄、生田斗真と銭湯を守ろうとする弟、浜田、竹、そして銭湯の看板娘、橋本環奈3人の奮闘を中心に描いた群像ストーリー。送り人、2008年の小山薫堂が脚本を担当し、ヒーローやマスカレードシリーズを手掛けた鈴木雅之が監督を務めた。大阪の実家では薪を焚いてお風呂を沸かしていたという松本は、生田斗真さんと濱田岳さんの演技に引き込まれました。銭湯は人と人とのつながりも感じられる温かい場所だなと改めて思いました。日本に生まれてよかったです、と銭湯の魅力を再発見。中村も橋本環奈さんがすごく素敵で看板娘役にぴったり。私も番台に座りたくなりましたと、まだ経験したことのない銭湯に興味津々となっていた。